はい、皆さんこんにちは。東京ベイギャングズ船長です。今回はですね、僕がいつもねお世話になってるね、ここね餌島商店さんに来ております。今回は餌のね付け方に関してね解説していきたいと思うんですけれども、やっぱりね私一人じゃとても不安なんですよ。はい、なので、ここ餌島商店さんにご協力をいただきながら、正確なね餌付けを皆さんにお届けできればなと思っております。ということで今回ご協力いただくスペシャルな、方をご紹介したいと思います。島田さん、イエイエイ、こんにちは。今日は本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕もね一応頑張って餌つけてるんですけど、はい、いつも、まあ、でもそれが本当に正しいのかどうなのか、これってやっぱり釣果に直結するじゃないですか。そうですね。だからその辺をねぜひね教えていただきたいなと思っておりますので。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその前に、はい、いつもねあれをやっていきたいと思います。やりましょう。いきましょう、はい、せーの、東京ベイギャングズ餌の付け方徹底解説します。お食べた食べた食ったちょっと食った食った食べました。やべやべやべ、見えますかね、ここイサメの口があるの。はいはいはい、ここをちょんちょんちょんってやると、あ、噛みついてくるんですけど、ここちょんちょんってやると噛みついた初期にスッと針入るんで。本当だ、飲み込む感じだね、これね。そうですね、ここからピュッて、でともう針に虫を通す感じでぐーっと通して針先をこう出してあげる。あの磯目をやっぱりなんかこうなんていうかな、まっすぐ針に刺すっていうのが、はい、なんかよく大事だってよく聞くんですけど、はい、やっぱその辺が、あれですね、大事な感じですね。そうですね。でもすごいまっすぐ刺さってますよ。そうですね、針に対して。これがいわゆる一般的な、通し刺しというと言われるやつですね。なるほど。頭と尻尾ってすごい基本的なことを聞くんですけど、はい、ありますか？ありますか？それを出してもらって、一匹ちょっと。基本的に頭の方が太くなってます。あ、そうなんですね。こっちが頭、こっちが尻尾ですね。なるほど。で、あとその針に通すときに、はい、頭を切るとか、はい、頭をつける、頭つけるとか。なんかその辺ってなんか何がいいってありますか？正直どちらでも構いません。好みですね。で、僕が今やった通りちょっと口から刺すやり方って、頭ここ一番硬いので、はいはい、一番最後餌残りやすいからこういう刺し方してますが、うん、見てもらった通りちょっと刺すのに時間がかかったりするので、はいはいはい、頭を避けてこの下ぐらいからもう針刺しても大丈夫です。ね、この辺ぐらいから。で、それはまあそれでも問題ございません。はい、わかりました。これがいわゆる通し刺しという一番ポピュラーな、餌の付け方ですよね。はい、はい、はい、じゃあこんな感じで通し刺しをして状態でお魚がいる水槽に入れてみましょう。どういう食べ方をするか見てみたいと思います。興味ありますね。うまく食べてくれればいいですけど。お、食べた食べた食っ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 た。今完全に食いましたね。はい、ちょっとこいつを口がでっかいのでこの状態でも全部吸い取ってほらパクってなるほど、捕食シーン素晴らしい。おおおおおお、簡単です。はい、さっきの通し刺しとは違って、はいはい、もう柔らかいところで構いません。まあ、どこでもいいんですけど、うんうん、もうめんどくさかったらスピード重視、柔らかいところにこの下ぐらいからよっかけてよっちょんって。お、あ、そういう感じなんだのもありますし、もう体を通す感じで、そのまま横から入れてたんですけど、はい、それでもいいんですか？それでも大丈夫です。こういうのでも大丈夫です。あ、なるほど、はい、あ、なるほどね。あ、これ簡単ですね。はい、でもこれあれですよね、例えば
おかっぱりでも食いが悪い時とかなんかアピールしたい時なんかはこう一本掛けみたいな感じで、そうですね、かける時ありますもんね。でこれを何個もこうやってつなげていくと、うん、いわゆるふさがけという、あ、これがふさがけっていうんだ、状態になりますね。よいしょ、はいはいはい、いや贅沢、こんなにこんなにいっぱいつけてこういう状態、これは釣れますよこれは釣れますよ。結局食いが立たないときなんかこうやってやっぱアピール重視でやるときなんかこれがいいですね、はい、そうですね、あと大物狙いだったりとか、はい、なるほど、わかりました、これがふさがけになります。そうですね、はい、ちょんがけとふさがけでした。はい、実際に入れてみましょうか。じゃあはいはい、いきましょう。じゃあちょっとこの、ちょっと僕のところ、うん、どうか入れてみます。はい、あ、落ちてきました、餌が落ちてきました。そう、逃げてきましたやり直しますはい、はい、じゃあ餌入れてください。はい、じゃあちょっと今ので入れていきます。1000円ぐらいでいきます。はい、さあどういう反応しますか。あ、でも水中でさ、餌こんな風にふわふわ動くんですね。そうですね、こりゃアピールするね、めちゃめちゃアピールしてる。あ、なんか釣れちゃったそれじゃあ、 よく使う餌ということでミミズもご紹介していきたいと思います。ミミズも基本的にさっきの付け方と一緒ですね。よく頭の方向にミミズも動いていきますので、よく動いてますね、頭の方がね。進む方向ですね。はい、進む方向が頭です。で、こっちが尻尾になりますね。で、イソメと違ってやっぱりミミズの方がよく動きます。本当だね。はい。で、ちょっとやっぱりヌルヌルもミミズの方が細い分刺しにくいかなと思いますので、はいはい、頭とか気にしてないで、もう。なんちゃかんちゃついてればいいので、なんちゃかんちゃついてればいいので、難しく考えずに、もうこの頭のちょっと下ぐらいから見えますかね、もうこんな感じで刺して、いわゆる通し刺しという形もできますし、ね、つけづらいんですよ、滑るよね、滑るんで、よいしょ、ちょっと刺したら針先出してあげて、こんな感じでミミズも刺してあげてくださいね。あ、でも十分なんか通ってますね。これが通し刺し。でも同じようにちょんがけもこれでやってくれれば。はい。はい、わかりました。これがミミズの、通し刺しになります。皆さんやってみてください。石膏とか磯目の滑り止めとかいう形で。売ってる釣り具屋さんによく売ってるものですね、はいはい、ということはこれをつければ、はい、滑らなくなると考えてよろしい。そうですね、僕必ずも虫餌の釣りの時は持っていくようにしてます。もう全く滑らなくなるので、ちょっとじゃ実際にどんな風になるかちょっとやってもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。いや僕ねこれあんま使ったことないですよ正直。あ、そうですか、これもう絶対必須です。僕はなきゃいけない体になってしまいましたなるほど、はい、例えば今イソメ入れていきまして、はいはいはい、もう例えばこの使う分だけ、はいはいはい、まぶす感じです。そうです、片栗粉まぶすような感じでつけちゃってください。そうするとイソメの水分をこいつらが吸って、さらに細かい粒子が全く滑らなくなるんで、はいはい、あ、本当だ、あ、これすごい便利、持っててもあんまり動かずれなく、こいつイソメ逃げようとしてるんですけど、うんうん、あんまり同じ場所から動けなくなってますよね。すごい、これ便利ですね。はい、でこれはもう針ピューッと操作ですね。
あ、俺今度使おう。言ってください、今度。はい、ぜひお求めください。わかりました。ありがとうございます。で、使います。はい。わかりました。皆さん、石膏をぜひ使って、滑り止めとしてね、やってみてください。はい、電話です。はい、ごめんなさい。江佐島です。江佐島です。ということで、今映ってるのがですね、ピンセットなんですけど、はい、まあ、やっぱ女子でこう生のね、あの磯目触るのちょっと難しいなっていう方には朗報な、道具がこれですよね。はい、こちらがもう手で触りたくない人向けのこういうピンセットなんかも売ってますので、もう挟むだけっていう状態ですね。でこれ挟んでさっき の通し刺しとかやれば、はい、とかちょんがけとかやればいいですか。そうです。これすごいですね、ちゃんと滑り止めがついてるんだよ、先っちょに。そうですね、もう便利だと思います。これ日本語入りなんで。こんなのあるんですね。はい、みんなよくできてんな。しかし、まあ、最終的には針に餌がついてれば、うん、はい、そういうことで、今回はね、餌の付け方や餌の使用方法なんかを、教えていただきました。下野さんです。はい、ありがとうございました、本当に。こちらこそです。いや、すごいね、やっぱ参考になりましたので、私も、次回から、もう石子がちょっと感動しましたけど、もうあれもちょっと実践でちょっとやってみたいなと思ってました。はい、じゃ一言何かあったら皆さんにこう餌を触ってもらって、なんか分かり伝わりやすい動画になったらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。ですよね、もう評価に本当に直結しますからね、皆さんね、大事な餌漬けです。頑張ってね、今日やったやつを覚えてください。はい、はい、じゃあそんな感じで、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、お相手は、東京ベイギャングズ船長と餌島商店の島田でした。またね、またね、バイバーイ。はーい。